オッ夫ヘンリー・バッチャーはアメリカ合衆国の画家である、版画家、イラストレーターとしても知られる。オハイオ州のクリーブランドでドイツ系の両親のもとに生まれた。学校を出た後、家屋の室内や船室を装飾する装飾画家の仕事に就いた。1874年からオハイオの学校で生物画などを得意とする画家、で、スコット・エヴァンスの指導を受け、その後、 オハイオ州ウェリントンの画家アーチボールド・ウィラードが設立した美術クラブのメンバーになった。フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーでも短期間が組んだ。オハイオに戻った後風景画家のウィリス・シーバー・アダムスと知り合い親しくなった。アダムスがクリーブランドの美術アカデミーの設立に関わった時、バッチャーをアカデミーの理事に指名した。この頃、 シンシナティ出身の版画家は円盤から版画を学んだ。1878年にアダムスと共にヨーロッパに留学し、ミュンヘン美術院で学び、ミュンヘンで活動していたアメリカの画家フランク・ドゥフェネクの指導を受け、ドゥフェネクラとフィレンツェ、ベネツィアに移り、イタリアでは逆にドゥフェネクラに版画の技術を教えた。ベネツィアではジェームズ・マクニール・ホイッスラーとも知り合い友人になった。 ホイッスラーとの交流について、後に雑誌に連載し、1908年に回想録、ベネツヤのホイッスラーとして出版した。バッチャーの版画の技術はヨーロッパでも認められ、1881年にイギリスの王立画家版画家協会の会員に選ばれた。1883年に帰国し、スタジオを開いた。トフェネクの学生のジョセフ・でキャンプと、 オハイオ州リッチフィールドで夏の写生教室を開いて教えた。油絵を多く描いたがあまり売れなかった。再びヨーロッパに留学し、パリの美術学校、アカデミー・ジュリアンでいくつかの授業を受講し、その後再びベネツィアに移った。ベネツィアではロバート・フレデリック・ブルームやチャールズ・フレデリック・ウルリヒヒとスタジオを共有した。1888年に帰国し、 画学生と結婚した。ニューヨークで活動するようになり、雑誌や書籍のイラストレーターとして活動し人気を得た。1901年にイラストレーター協会の創設メンバーの一人となった。1906年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれた。ありがとうございます。